の練習に入りたいんですが、まずその前に準備をするもの、先日お送りした、内容、公室点の練習方法にも書いてあるんですが、まず下敷き、これね、この NK250、 この厚みが結構書きやすいです。で、これが下敷きになるんだけども、もう一つこのペラペラの透明の下敷き、ちょっと不透明かな、これがあるととても便利なので、また後で説明をします。あとはクリップ、硬筆鉛筆で、もう一回硬筆鉛筆の、芯の太さの違いを見てもらいたいです。わかるかな、こっちが硬筆書写用の鉛筆、こっちが普通の鉛筆、芯の太さ全然違います。わかるか、はい。それとこの硬筆用紙ね、何枚か皆さんにもプレゼントさせていただきます。こちらを用意します。はい、まずは、この下敷きの上に硬筆ノートをセットします。で、1、2年生の課題、花壇に種をまく、はい、これを真横に置いてください。で、ここにクリップを留めてもいいし、文鎮を置いてもらって固定しても書きやすいと思います。はい、で、鉛筆の削る具合ね、こんな感じ、先が尖ってないように、削り方はみんなには言ってるけど大丈夫かな、はい、こんな感じです。何本か準備しておくといいと思います。お教室名の東進ですけど、これは、ひらがなでも漢字でも、1、2年生はどちらでも構いません。ここに書くお教室名です。ひらがなの場合、で、この心、心っていう字だけ漢字で書きたい子は、1、2、3、4、これですね。はい、お教室名の書き方です。